じゃあ気をつけて駅の方は連絡しておきませんけど、じゃあ気をつけてお願いします。お待たせいたしました。12時13分発のどかもぐら号の越後湯沢行き、まもなく発車いたします。車内でお待ちください。
のどかもぐら号、中央ユーザー駅でございます。ご案内させていただきます車掌は高崎由美君と申します。どうぞよろしくお願いします。はじめに停車駅と到着時刻を発表します。次の郵便には12時19分です。度合い12時28分、終点の越後湯沢には13時29分です。列車の編成のご案内いたします。この列車は新潟支社のカーペット車、のどかを使用した環状編です。ご車番号は先頭が担当し、一番後ろが担当し、運転席が上にありますので、こちらは展望スペースです。線路から広がる景色や展望スペース、トンネル内をお楽しみください。なお展望スペースのお席は手すりあってのご利用をお願いいたします。お車内は2号車の3号車にございます。次はループの妹のお店のゆりそ駅でございます。次のゆりそ駅では手前までの長いトンネルになります。このトンネルは昭和42年に開通した新シリーズトンネルです。群馬県と新潟県をつなぐトンネルの長さは約13キロ、長いトンネルが続くトンネル体験を楽しみます。まもなく僕ら号は新シリーズトンネルに入りまして、ループの妹の温泉さんに入室していただきます。停車時間はあるようでございます。
は日本一のモグラの駅土合です。土合駅は地下ホームの標高は583メートルです。市場にあります駅舎の標高は 653.7メートルです。高低差が約70メートルとなります。改札口までは歩くペースによってお泊まりとなりますが10分から20分ほどかかります。次は土合に停まります。12時28分の
日本一モグラの駅土井に到着です。土井の発車は12時47分です。発車時間等のご注意ください。12時47分の発車です。
そう。これがもう2回目でしょ、これ。疲れた。
お待たせいたしました。のどかもぐら号の越後湯田駅、まもなく発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。
トンネル体験はいかがだったでしょうか。列車は谷川岳を越えて新潟県伊豆浜市に入る。この先は少しずつ山を降りていきます。天気が良ければ後ろ1号車の展望スペースからは先ほど通りました谷川岳を出ます。まもなくしますと高い鉄橋を渡ります。こちらも天気が良ければ進行左側には千の倉山を見ることは車窓から広がるパノラマをお楽しみください。前から喋ったんですけど、行きの SL だと4時半まで待ちで、
Thank you.
Thank you.
します。あと4分ほどで終点の越後湯沢に到着いたします。どなたのもう忘れ物ございませんようお待ちで。到着ホームは2番線、お出口は右側です。乗り換えをご案内いたします。新幹線をご利用のお客様、上越新幹線下りのマークス特急321号越後湯沢、新潟行きは12番線から14時1分です。12番線から始まります。上りの特急322号東京行き13番線から14時8分です。こちらも3台新幹線乗り場へお越しください。在来線ご利用のお客様、長岡行きは2番線から14時14分です。途中の六日町におきまして、北北線、十日町、直江戸方面に接続をしております。北北線をご利用のお客様、長岡行って六日町でお願いします。2番線から14時14分です。皆様、のどかもぐら号の旅はお楽しみいただけましたでしょうか。ご案内いたしました車掌は高崎郵便局木村と申します。今日はのどかもぐら号にご乗車くださいましてお越しいただきました。この先もどうぞお気をつけてください。また、帰りの、のどかループ号ご利用の皆様、越後湯沢の発車は13時53分です。終電の越後湯沢に。上が曲げてなんですけどね。